アさつきしんこしげんろく9年9月30日は、江戸時代初期に中国から渡来した禅僧。属性は、少子、名は、はじめ超印の地に、皇中、新越は、字。アズマサツキは号で別号にきこり雲、古史道人がある。詩文、書画、天国など中国の文人文化、かんずく文人の楽器である古事を日本に伝え、 日本の古都落の中高の外される。また独立聖域と共に、日本天国の外される、東ずさつき新越の印象民国石膏賞、浦井県で生まれる。幼くして仏門に帰依し、クレモンの法温寺において受賞無名の奉仕となる。1676年、真の圧政から逃れるため中国公衆の西湖に、あった英福寺を出て、日本に亡命。 薩摩に入る。清一禅寺の将兵によって、遠方九年に、長崎の幸福寺にジュース、大爆山満福寺の木案を訪ねるなど各地を、有歴、外国人でありながら、日本国内を旅行したため、真の密定と疑われ、長崎に遊兵される、天羅三年、水戸藩の徳川光国の尽力により釈放、水戸に渡り、天徳寺に重視天国や古事を伝える。 元禄七年、発病。翌年、江戸の菊坂長泉寺、総州島の沢温泉などで療養するも回復せず、天徳寺に戻ると、同年九月に自弱した。去年五十八、聖徳二年、天徳寺は、高和田村に移されるとともに、跡地は、受賞産祇園寺と改め、新越をもって、回帰とし、治療百国を受けた。寺には、学者、 人道畜堂などとの書簡が残されている。新越の前風は秋代中国前の特徴である念仏研修であった。また新越自身も大幕像との交流が深かった。このため新越を大幕衆とする資料も多いが、法形上は総統衆に属する。日本総統衆の海祖堂元とは別系であり、新越の法尊は総統宗助上派を称した。 受賞派は義恩寺を本山として、宝脈を伝えたが明治維新後、道元系の総統集に合同した、没後間もない元六十年、堺忠史居によって、ダルマ寺の解散とされる、著書に、ことの学府衆、あさつき金婦など。天国の弟子といえる坂木原高村氏や松浦、清剣らはその門弟と、初期江戸派を形成している、親悦が、 民の英福寺にいる頃、ある日年老いた漁師が訪れ、昨日見ればそれは赤将軍の用いた古道院だった。新越は吉祥と喜び修正その印を敗退した。これは今も祇音寺に伝わっているというありがとうございます。